栗ご飯やきのこ汁など食卓に秋の味覚が並ぶ季節となりました。日中短砂晩の気温差が激しく体調を崩しやすい時期でもありますが、美味しいものを食べて元気に過ごしたいものです。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。あなたの心は元気ですか？あなたの大切な人の心は元気ですか？今日は心の健康について考えてみましょう。メンタルヘルス不調など心の病気は自分と無縁と思っている人は少なくありません。心の不調というと特別な人がなると思いがちですが、そうではありません。今のようなストレスが多い社会では誰もが心に不調や病気を抱え込んでしまう可能性があります。心の病気にかかっていても本人が悩んでいたり自分の殻に閉じこもってしまっていたり、周囲の人に助けを求めなくなる時があります。自分自身はもちろんのこと、あなたの大切な人にもいつでも元気でいてほしい。そのために心が発する SOS に早めに気づいてあげることが大切です。ではここで自分で感じる心の不調について考えてみましょう。最近あなたにこんな症状はありませんか？悲しい、憂鬱な気分、沈んだ気分が続いている、何事にも興味が湧かず楽しくない、疲れやすく元気がない、気力、意欲、集中力の低下を自覚する、寝つきが悪くて朝早く目が覚める、食欲がなくなる、人に会いたくなくなる、夕方より朝方の方が気分、体調が悪い、心配事、不安が頭から離れず考えが堂々巡りする、失敗や悲しみ、失望から立ち直れない、自分を責め自分は価値がないと感じる。これらの症状がいくつか2週間以上続く場合はかかりつけ医などを受診してみましょう。次に周囲、家族が気づく心の不調のサインです。あなたの周りの大切な人にこんな症状がある人はいませんか？以前と比べて表情が暗く元気がない、体調不良の訴え、頭痛感、めまい、筋肉痛が多くなる、仕事や家事の能率が低下、ミスが増える、周囲との交流を避けるようになる、遅刻、早退、欠勤、または欠席が多くなる、趣味やスポーツ、外出をしなくなる、飲酒量が増え、飲酒による問題を起こすようになる。これらの症状は誰でも感じることがあると思いますが、いくつかの症状が2週間という長い期間続けて感じるようなら、かかりつけ医や専門医の受診をお勧めします。専門医を受診をするのをためらう方もいますが、まずは近所のかかりつけ医に相談してみましょう。必要に応じて専門医を紹介してもらえる場合があります。受診を進める際にはうつ病などという言葉を使わずに、疲れが抜けない状態がずっと続いているのが心配などというように伝え、初めての受診にはなるべく付き添うようにしましょう。病院で心の病だと診断されたら、まず本人をゆっくりと休ませてあげましょう。家族や周りの人は本人の症状に合わせて根気よくかつ臨機応変に対応していくことが大切です。では次に周囲や家族の対応を考えてみましょう。こんなことはありませんか？ちょっとこの資料どうなってるの？すいません、ちょっとまだその資料まとめられてないんですよ。困るじゃないの、いつまでそんなこと言ってんのよ。仕事がちっとも進まないわ。
すいません。何考えてんの？すいません。このように叱ったり非難したりしないようにしましょう。どう？なんとかなる？ああちょっと間に合わないかもしれない。大丈夫、頑張って気合い入れて乗り切りなよ。そうは言ってもちょっと難しくって。大丈夫、あなたは大事なポストでみんなから期待されてるんだから頑張って。このような過度の期待などはさらにストレスになり負担になってしまいます。なんだかうまく進まないな。何言ってんの、そんなの気の持ち方よ。気にしないことが大事よ。気分転換でもしてきたら。心の不調の問題なので気分だけの問題にしないようにしましょう。他にももっとしっかり頑張らないとというような努力の問題にすること、運動してみたら、思い切って旅行行ってきたらなど行動を促すこともかえって無理をさせてしまうので避けるようにしましょう。いかがでしたか？家族の力になりたい気持ちは分かりますが、治療は焦らず時間をかけて取り組む心構えが大切になります。心の病は誰もがなる病気です。家族や周囲の人は話をよく聞くだけでなく冷静さを失わないことも大切です。また普段からアドバイスを一方的に与えるのではなく、本人の苦しみや回復に向けた取り組みを共に支えるといった態度で接することが回復への第一歩です。伊那市では様々な心の健康づくり事業を行っています。その一つ、心の健康づくり講演会を開催します。日時は10月31日土曜日午後2時30分から。会場は市役所1階多目的ホールです。ストレスに関する基礎知識、原因と症状と対処法をテーマに、メンタルサポートそよ風委員長吉田智隆先生によるお話です。日々どんなストレスを抱えやすいのか、それに対してどう対応すればいいのか、すぐ実践できるストレス対処法を分かりやすくお話ししていただけます。多くの方のご参加をお待ちしています。悩みが生じたときは一人で抱え込まずに、いつでも気軽にご相談ください。気になることや少しでも心配なことがあれば健康推進課までお願いします。皆さん、臨時ニュースです。伊那市役所ではリサイクルに関する何か新しい取り組みが始まったようです。こちらが現場のようですので早速行ってみましょう。伊那市役所本庁舎など10カ所の施設に何か回収ボックスが設置されたということですが、あ、こちらのようですね、資源を有効に使うために小型家電をリサイクルしようと書いてあります。この回収ボックスはデジタルカメラ対象になりますか？はい、対象になります。ただしデジタルカメラは火が出る可能性がありますので、電池を外して回収ボックスに入れてください。外した乾電池は有害ごみの回収に、充電式の電池は家電量販店などの店頭回収に出してください。お話し中すみません、デジタルカメラ以外にはどのようなものが回収の対象になりますか？はい、回収ボックスの投入口の40センチ ×20 センチの大きさのもので、ご家庭の電気や電池で動く製品が幅広く対象になります。例えば携帯電話やスマートフォン、電話機、ポータブルの DVD やカーナビ、ドライヤーや電気カミソリ、電子辞書などご覧のものです。たくさんの製品が対象で便利ですね。あ、これが回収ボックスか。よし、あれ
入んねえな。置いてっちまうか。ちょっと待ってください。外に置いたらダメですよ。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。デスクトップパソコンなど回収ボックスに入らない小型家電は10月11日日曜日に市民体育館で開催する伊那市環境展で回収します。なおこの日は回収ボックスに入るものも回収しますので、ぜひご利用ください。ところでなぜ今小型家電を回収するんですか？小型家電には鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルなどの有用な金属が含まれています。日本で再利用できる有効な使用済み小型家電の金属はなんと844億円分にもなるそうです。この資源を有効に活用するため回収してリサイクルを行います。小型家電に含まれる資源はどのような仕組みでリサイクルされますか？国の認定を受けた認定事業者にリサイクルのための処理を委託しますので、小型家電に含まれる資源は確実に有効活用されます。なお小型家電には鉛などの有害な物質が含まれるものもあるため適正な処理が必要です。無料回収と謳って家電を回収する業者などには不適切な処理を行う場合もありますので、ご注意ください。その他小型家電を出すときに注意することはありますか？はい、回収できないものもありますので次のものにはご注意ください。家電リサイクル法で指定されているテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、木製品を含むこたつ、大型の家電であるランニングマシーン、マッサージチェアなどは回収できません。またパソコンやデジタルカメラ、IC レコーダーなどに保存されている個人情報は必ず消去してから出してください。それから一度回収ボックスに投入されたものは返却できませんので注意してください。回収ボックスはこの市役所本庁舎以外にどこに設置されていますか？はい、回収ボックスは市役所本庁舎のほか各総合支所、各支所、そして伊那図書館にあります。受け入れ時間はそれぞれの施設が営業している時間内です。お気軽にご利用ください。いや、小型家電はこれまでどこに捨てたらいいか迷うこともあったのでお得な情報ですね。使用済み小型家電は大切な資源です。皆さんのご協力をお願いします。トピックいなし、ここからは1週間の話題をお伝えします。高遠町で灯籠祭りが行われ、本祭りの9月23日の夜は出汁や高遠囃子が商店街を練り歩きました。高遠囃子は下町、愛用板町、新町の3つの連が練り歩きました。出汁は中町と本町の2つの連が巡行しました。ご祝儀をもらった店の前では威勢のいい337拍子が響いていました。よーよー、ありがとうございました。灯籠祭りは豊作と無病息災に感謝する鉾地神社の例祭として行われています。稲穂に見立てた赤い宝石提灯が並び商店街を彩っていました。上稲地方事務所や稲市、春富土地改良区は農業施設の維持管理の負担軽減に向け用水路の水を活用した小水力発電施設を富方に建設します。9月16日は県や市、土地改良区の関係者およそ60人が出席し、発電所建設の安全祈願と起工式が行われました。農業用水路の23メートルの落差を利用する水車式の小水力発電施設です。事業費は3億7000万円で国の補助などを活用し地方事務所が建設します。
完成後に春富土地改良区に譲渡し維持管理を行います。発電出力は 197kW で、水路に水が通る農繁期の4月から9月にかけ発電を行います。140世帯の1年間分の電気を賄う規模だということです。発電した電力は再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用してすべて中部電力に売電し、収入を農業用水路などのポンプ場の維持管理に充てる計画です。発電所の完成は平成29年12月を予定しています。以上、トピックいなしでした。続いてお知らせです。財政課からオータムジャンボ宝くじ発売についてお知らせします。オータムジャンボ宝くじが9月28日月曜日から10月16日金曜日まで販売されます。宝くじの収益金は県内の販売実績により市町村に配分され、明るく住みよい街づくりや皆さんの福祉向上のために使われます。市町村振興宝くじで夢の実現と合わせて街づくりを応援してみませんか。ぜひこの機会に県内の宝くじ売り場でお買い求めください。観光課から JR バス南アルプスジオライナー運行についてお知らせします。 JR 茅野駅から南アルプス戸田井口へ直行する南アルプスジオライナーが運行しています。運行期間は11月3日までの土日で、この区間の運賃は片道1750円、手頃な価格で気軽に南アルプスに行くことができます。また新宿駅出発の場合、南アルプス登山口までたった3時間30分で、価格も破格の8390円ととてもお得です。さらに今年は市内で使える1000円分の伊奈町ぶらり商品券付き往復乗車券も販売していますので、ぜひ市外のご友人やご親戚などにお知らせください。日帰りで南アルプスの旅を楽しめる JR バスジオライナー、ぜひご利用ください。高齢者福祉課から88歳の皆さんへお達者祝い品贈呈についてお知らせします。今年度88歳になられた方のうち、介護認定を受けていない方に健康で元気に長生きしてこられたお祝いとしてお達者祝い品をお送りします。敬老の日前後に祝い品とともにお達者祝い品カタログをお届けしますので、お好きな商品を選び、引き換え券を持ってお店で商品と交換してください。引き換え期限は平成27年12月末日までです。ご長寿の節目を迎えた皆さんへのお祝い品です。商品はお早めにお受け取りください。スポーツ振興課から市民体育祭参加者募集についてのお知らせです。秋に開催する競技について現在参加者を募集しています。開催日や会場、申し込み締め切りなどはご覧の通りです。市民体育祭は市内在住、在勤、または在学されている方ならどなたでも参加可能です。職場や地域の仲間と参加してみませんか。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。何か新しいことを始めるときは少し不安になることもありますが、そんなときはそれについて知識を深めることでだんだん心配事が減っていくこともあります。来週は国の新しい制度、マイナンバー制度についてお伝えします。それではまた来週。